エンリデレ・ヘッス・チャベスは、ベネズエラのカラボ・ボシュバレンシア出身のプロ野球選手。左投げ左打。現在は、メキシカンリーグのプエブラ・パロッツに所属。1996年4月29日に、ニューヨーク・メッツと契約したチャベスは、ドミニカのサマーリーグで、プロとしてのキャリアをスタートさせる。この年は48試合に出場し打率。354であった。 1997年は、ルーキーリーグのアパラチアンリーグ、キングスポートメッツでプレー、2000年には、アドバンスト A で111試合に出場し打率。298、38盗塁の好成績を残す。オフの12月11日に、ルール5ドラフトでカンザスシテロイヤルズに指名され、移籍することとなる。 2001年シーズン開幕直前の3月20日にロースターを外れることになりメッツへ返却される2001年3月20日にマイナー1選手とのトレードでサイドを獲得したこのシーズンは AA で打率298と好調であったため5月29日にメジャーに初昇格するしかし打率208と壁に当たってしまいトリプル A に降格される ここでは打率。337を記録した。2001年オフの12月20日には、ウェーバー工事され、デトロイトタイガースに移籍。2002年2月1日に再度ウェーバーにかけられ、メッツに移籍した。2002年2月22日にまたしてもウェーバーにかけられ、モントリオールエクスポズへと移籍することとなった。開幕は、トリプル A 級オタワで迎えたが5月7日にメジャーに、昇格、だが打率。 194と打撃不振のため5月25日に降格。最昇格はセプテンバーコールアップまで機会はなかった。AAA のインターナショナルリーグでは103試合に出場し打率343、21盗塁と活躍しオールスターにも選出された。9月3日に最昇格後は打撃が好調で9月21日にはメジャー初本塁打を放った。 最終的な打率は296まで上げてシーズンを終えた。守備面では35試合の出場にもかかわらず7、補殺と強権ぶりを見せた。2003年、2004年は打撃面では特筆すべき点はなかったが、それぞれ9補殺。2004年には32盗塁も記録した。2005年は補正議員の加入やライアンチャーチの台頭などで開幕を、 トリプル A 級で迎える。5月3日に昇格したが7試合の出場機会しか与えられず、クラウディオ・バーガスが故障者リストから復帰した11日には降格されるなど構想外となっていた。2005年5月14日にマーロン・バードとのトレードでフィラデルフィア・フィリーズへ移籍する。しかし移籍したフィリーズにもケニー・ロフトン、ボビー・アブレイユ、パット・バレルといった強いレギュラー陣がいたため、 ジェイソン・マイケルズと共に控えに甘んじ、先発出場は10試合にとどまった。オフの12月21日に FA となった。2005年12月22日にメッツとマイナー契約を結んだ。3度目のメッツ参加入りとなった。2006年開幕前の3月に第1回 WBC のベネズエラ代表に選出された。シーズンでは開幕を控えのガイアスとして迎えるが、 クリフ・フロイドの故障や、ゼビア・ネイディのトレードなどで、出場機会が増え、133試合に出場する。規定打席には届かなかったものの打率。306を記録。ガイアの全ポジションを守り無失策。旧補殺と、チームのナリーグ東地区優勝に貢献する。ロサンゼルス・ドジャースとのディビジョンシリーズでは、全3試合に出場し打率。375を記録。 チームは3勝0敗でドジャースを下した。ザ・キャッチ、編集2006年、セントルイス・カージナルスとのリーグチャンピオンシップシリーズは2勝3敗と、王手をかけられた状態で、本拠地、シェイスタジアムに戻ってきた。第6戦は5人の投手の系統で勝利を収め、3勝3敗で、第7戦を迎えることとなった。オリバー・ペレスとジェフ・スーパンの先発で始まった。 この試合は1対1の緊迫した展開で6回を迎えた。ペレスがジム・エドモンズを支球で出した後、スコット・ローレンが大飛球を放った。明らかに本塁打になると思われた打球を左翼を守っていたチャベスはジャンプしてキャッチした。最終的に試合はヤギア・モリーナが9回2に2ラン本塁打を打ち負けたが、チャベス曰く取れる可能性は10%くらいしかないと思ったほどの好プレーで、 プレーオフ市長に残る大プレーとなった。2007年2007年もサブメンバーとして開幕を迎えたが、ハムストリングの故障で2ヶ月半も故障者リスト入りするなど71試合の出場にとどまった。12月にはウィンターリーグで足首とハムストリングを同時に怪我してしまったが、スプリングトレーニングには間に合う見通しである。 2008年1月22日にメッツと総額447万5000ドルの2年契約で合意した。2008年12月10日にメッツ、シアトルマリナーズ、クリーブランドインディアンスの間で計1 2選手が移籍する三角トレードが成立し、アーロン・ハイルマン、ジェイソン・バルガスら計6選手と共にマリナーズへ移籍した。2009年開幕前の3月に 第2回 WBC のベネズエラ代表に選出され、2大会連続2度目の選出を果たした。シーズンでは、開幕をメジャーで迎え、シーズン序盤以下用で故障者リスト入りしていた、一郎が復帰するまでは一番打者として活躍。一郎復帰後も、下打戦や代走要員として活躍していたが、6月19日のアリゾナダイヤモンドバックス戦で、レフトの守備に入った際に、 フェリペロペスの放った飛球を追って、ショートのユニエスキーベタンコートと交錯、右膝十字陣体断裂の大怪我を負った。マリナーズ時代2010年2月15日、テキサスレンジャーズとマイナー契約を結んだ。同年は前年の負傷の影響で出場はなかった。11月6日に FA となったが12月18日に再契約した。2011年はスーパーサブとして、 復活を遂げ、打率。301を記録するなど2年連続リーグ優勝に貢献した。10月30日に FA となった。12月18日、ボルチモアオリオールズと1年契約を結ぶ。2012年10月29日に FA となった。12月31日にフルスロイアルズとマイナー契約を結んだ。2013年3月22日に放出された。 3月24日にフルス、マリナーズと契約。10月31日に FA となった。2014年1月23日にマリナーズとマイナー契約で再契約したが、3月25日に放出された。3月26日に契約内容を変更し、マリナーズとマイナー契約で再契約した。開幕後は、トリプル A 級タコがレニアーズで37試合に出場し、 5月30日にマリナーズとメジャー契約を結んだ2015年3月31日に解雇となる2016年3月8日に独立リーグアトランティックリーグのブリッジボートブルーフィッシュと契約ありがとうございます。